皆さんこんばんは。ルーシー64チャンネル通過サンデーロードレース第3戦決勝編をお届けしたいと思います。朝から膝を痛めてしまったので仮治療をしてもらい、その最中にちょっと苦手すぎて貧血になってしまいました。しばらくするとね、貧血もすぐ治ったので、もうレース前です。お着替えして集中モードに入っております。この日はね、朝から天候がすごい不安定で、1個前のレースまでは、もうフルウェットだったんですけど、レースが終わってみればもう完全に乾いていたので、急ピッチでレース直前に皆さんにタイヤ交換していただき、決勝レースに、挑むことができました。これ江島さんですね、チーム監督です。でね、今年の、後半戦が始まるんですけど、今から、前半戦を振り返るとね、開幕戦予選が、2桁台、そして決勝中は、11番手争い中に、MC 司会で、転倒してしまいました。で、第2戦はですね、予選は1周もアタックすることができず、20位という形で始まってしまい、で10台抜きで、10番手争い中に、負けてしまい、12位だったかなでした。今までね、1回も1桁を取ってない中での、予選5位という形で決勝をスタートするので、いつも以上に緊張は増していました。さあ、そして盤面は打って変わり、グリッドからのお届けです。多分5位と真ん中なんでね、ちょっとなかなか人の間を縫って縫って縫いまくってやっと到着です。はあ、疲れた、ここまで。はい、そして今からチームの皆さんにスタンドを上げていただき、タイヤウォーマーを巻いてもらい、グリッド紹介と入ってまいります。そしてライダーへとコース上を明け渡しされていきます。笑顔のレースとなるか、涙のレースとなるか、結果は己次第。今スタート。さあ、スタート大失敗が、これはさあかなり苦しいスタート。この時点で8位まで順位を落としてしまいます。いや、これはかなり痛いスタートでした。さあ、そしてオープニングラップ経過、1、2、3、4、5、6、7、8、9、まあそれぐらいですね。やっぱりまだ順位が回復してないですね。
ました。ホームストレートで並んで、ここで並んで抜いていきました。これはガッツありますよ。